第310回トイック公開テストの結果、最後の選択肢を聞く前にマーク。どうも、山内です。はい。ぐらい前って。え、目標点って何点？こうなりました。はい、では、どうぞ、見てください。もう始めました、もてつチャンネル。さあ、トイック帰ってきましたね。12月18日第310回トイック公開テストの結果見ていきたいと思います。まあ毎回縛り受験してますけど、どういうのだったかっていうと、短い鉛筆ですね。鉛筆がね、折れてる短い状況で、あとはパート1、2で最後の選択肢を聞く前にマークってやつですね。パート1だと ABCD の4択なので、 D を聞く前にマークする。もう C まで聞いて全部違ったら D が正解ですからね。そしてパート2であれば ABC、 C を聞く前にもうマークをすると。AB 両方とも違えば C が正解です。はい、それで受けた回になります。まあ他にもね、こういう縛りで受けてほしいっていうのがあったら、ぜひぜひコメント欄でお聞かせください。さあ、行ってみましょう。まあパート7がきつかったっつって、確か。トイックの日、10月19日発売って、いやもうだいぶ前やん。テスト開けてますけど、はい。では行きましょう。結果は、こうなりました。975点です。なんてこった。あー、でも、リスニングそれでも満点だったんだ。あんな、むちゃくちゃな解き方して。あー、そうか。いやー、なかなかむずいね。ちょっと待ってね。正答率見てから、皆さんの大好きなヤブキは、正答率を見てからにさせてください。はい。アビリティーズメジャードっていうのがありますから、そちらをね。じゃあ、まずはリスニングですね。はい。あー、全問正解じゃん。100、100、100、100、100。ということで、最後まで聞かなくてもリスニングは全問正解できるということが分かりました。続いてリーディングですね。はい、自信がないって言ったやつですが、こう、ああ結構間違ってるね。94、100、97、96、95ということで、94、97、96、95か。ああ、文法が久しぶりに引かれてる。どの問題だったんだろう。これは久々だな。じゃあパート7だけじゃなかったんだ。どの問題だったんだろう。うわぁ、わかんないですけど、まぁ、今週またね、トイックあると思うんで、ぜひとも皆さんね、頑張っていただきたいんですけども。ということで、ギャーは975点だった。めちゃくちゃゴミ汚くなっちゃった。ゴミとなりました。チリとなりましたが、ああ、そうか。くそー、やっぱり、厳しいね。縛り受験、なかなかうまくいかないね。いや、次回もさ、どんな縛りがいいですか？いや、もう一個は縛りあるんですよね。もう知っている方はいますか？私、今、ここ、麻痺してますから、指、ね、おそらく神経がやられているので、大変な受験になるのは間違いないと思いますね。まだ鉛筆持ったことないんで、これの状況で、どんな風になるのかわからないですが、いたたたたたた。さあ、他が、はい。どうも、山内です。はい。ぐらい前って。ぐらい前いやお。ということで、はい。山口ですね。山口です。山が多すぎて、もう誰が誰だかわかんないですけど。さて、アトリックプロジェクト、オーディション時は、好成績を収めたということで。そうですね。なんですけど、はい、はい。まあ前回ね、英検の面接で来れなかったって言って、なぜだか英検1級の面接と。英検1級って言われてたんですけど、実は英検2級です。すみません。取ってなくて、2級の二次試験行って来てました。はい、そう、みんななんでその点数で1級受けられるんだ。そう、おっしゃる通りです。なんで1級と言ったのかは全然覚えてないんですけど、はい、さてさて、はいはい、じゃあトイックの結果ですけど、今までの遍歴ですね。1個前は725ですね、はい、でその前が660 で留学前受けた12月の公開で490。留学前が490、ね、そうですね、留学前が490です。490点だったんで、それでオーストラリア留学して、はい、このアメリカチックなね、大谷好きなんで今回はロサンゼルス、はい、LA とサンディエゴ仲悪いんですけど、はい、あ、そうなんですか。もちろん LA とサンディエゴは仲悪いですし、 LA とサンフランシスコも仲悪いです。もちろん LA とニューヨークも仲悪いですから、はい、あ、そうです、そこは仲悪いです。どういう勉強したのか。基本的にトイック公式のリスニングとリーニングの問題集あるじゃないですか、はいはい、あれをやりましたね。基礎が多分なってなかったんで、うん、慣れっていうのがなかったんで、うん、キンフレとかですね。あ、キンフレ単語。あ、ちなみに英検2級受かりましたんで、はい、余裕でした。はい、もっと上受けろよと思ったけど、はい、次順位中受けるの。留学してきたのに2級なのか。留学前に受けるやつじゃん。そうです。
さあ、じゃあ、いよいよ725です。あ、725が9月、660が YP で7月の9日、ね、7月、はいはいはい。じゃあ、行きましょう。で、これが11月、11月20日です、ね、はい、の午後ですね。よいしょ、ここから怖い。え、目標点って何点なの？一応今年度まで800ですね。ってことは3月か。そうです、3月までに800点を目指していくんですね。そうです。はい、ではどうぞ。見てください。765ですね。40点上がってますね。はいはいはい。あんまり嬉しくなさそう。いやー、でも順調だと思います、ね。順調。上がってるという。はい。前の覚えてる？リスニングリーディングは。あったんだ。全部あったんじゃん。前回と比べて、前回725の時は、リスニングが405点で、リーディングが320点。ということで、リスニングが10点上がり、リーディングが30点上がったと。はい。理想形といえば理想形ですね。はい、まあ、400超えちゃってるんで、リスニングが当然上がり幅は低くなるとは思うんですが、800行くんだったら、やはりもうちょっと欲しいかなっていう感じですね。リスニングで稼がないといけないので、800点目指す場合は、はい、リーディング400目指すよりもリスニングをガンと上げる方が簡単な人多いですね。特に留学してた人とかだったら。なるほど。はい、じゃあアビリティーズメジャーズ見て分析していきたいと思います。まず最初、前の時が短い63、83、87、80、69、はんはんはん、平均以下が出ちゃってる、まずいもう少し上げてくれないと困るみたいな感じで、まあ他は取れてますね。83、87で、80で、まあ、まあ当然一番下が低く出るので、で今回の方が81で、そこが一気に上がりましたね。パート1、2がガンと取れるようになったって感じかな。しかしですね、長めの会話の方が下がってますね。だいぶ83から67まで下がってしまっているので、そう、上が上がって下が下がってるってことは、5番連動してる問題がいっぱいあるので、はい、5番目がほら低くなっちゃってますね。結局のところ、せっかく1個目の項目が上がったのに2個目が下がっちゃうと5番目は伸びないんですよ。だからやっぱり遠回しな問題、うん、糸問題とか弱いっていうのが分かります。だから明確なものは87、82ですね。前回87、80で、だから同じような感じだ。直接的な回答は得意です、もう分かります。だあとはやっぱり変化球だったり糸問題ですね、そこを上げないといけない。60では低すぎる、60だからまだ上げられる要素はあるので、リスニングはもっと鍛えなきゃいけないですね。聞くのは得意なんじゃないの、留学してたから。留学前は本当にズタボロでした、うん、やんなかったっていうのを逃げで、うん、やってないっていうか。じゃあリーディングいきますね、はい、文章中の情報をもとに推測できるが67で65、あんま変わんないですね。具体的な情報を見つけて理解できるが、前回が50だったのが73まで上がってます。でこれ考えられるのは、パート7が解けるようになったか、パート7への避ける時間が増えたかの、どっちか。どうせ終わってないでしょ。終わってないですね。あ、5問ぐらい多分塗り絵です、うん、最後。その前と比べたら、それは多分10問塗り絵です。10問でしょ。そうだ、解けている問題数が増えている可能性がある。でそれは5、6が遅いからなのか、それとも7にやっぱり時間がかかるからなのか。6が遅い気がします。あ、5は早いと思います、うん、まだ20秒平均いけてる。あ、数えてないですね。数だろ絶対に時間測ってください皆さん、はい、次は一つの文章複数文章間で散りばめられても、そう、50、あ、平均同じだ。55から61に上がっているので、まあもう解けた問題数は増えたんじゃないかなと思うんですが、正答率が低いですね。だからまだまだ足りてないですね。続いて5位、71から84に上がってますから、まあここはちゃんと勉強した感じですね。語彙力は上がった。しかし、しかし文法が 90% から 79% に下がっております。まだ文法問題弱い、抜けが出ているということが分かりますね。デル線とかやったことあるの、ね、あの黒いやつです、ね、そう、 あれやったことありますね。でも今回のやつではちょっとやってなかったっていうのがありますね、うん、なるほどね。800目指すんだったらもう本当にここは90なんて当たり前にしてほしい。上げやすいというか取りやすいです。日本人にとって文法は取り物になります。で早く確実に56を解いて7にかけられる時間をたくさん稼ぐっていうのが必須。そういうことですね。なるほどなるほど、という感じでございました。早くてもこんな正答率ではダメです。そうです早く正確に、そうです。その後で、まあ、パート7の解き方とかをやって確実に取れるようにするっていうのが必須でございますので、はい、ということで、まあほぼほぼ坂上と同じなんだね。そうです。なんか780とたんだっけ。でその後下がっちゃったんですよ、ね、下がって760だったっけ。そうですよね、そこら辺だから同じぐらい、そういった感じで接戦でございます頑張ります。誰が
800いくのか。あのもう一人700点台いたもんね。田中さんだ。そうです。この辺の3人が同じぐらいで競っておりますので、さあ誰が抜けるのか。そうですね。はい、今はどういう勉強してます。今は正直あんまりできてないです。なんで？ちょっと学校の課題が切羽詰まってます。なんでまた頑張ります。次はいつ受けるんですか。1月の29の午前ですね。その目標としては800いけたら行きたいです。はい。じゃあ頑張って800目指してやってもらえればいいと思います。はい。はい、じゃあ頑張ってください。はい。ご視聴ありがとうございました。